おはようございます。今日は10月5日、朝10時に起きました。約2年ぶりに、1日のルーティン動画を撮っていきたいと思います。はい、今から、1食目を食べたいと思います。1食目はこれ、減量末期までずっとこの内容で過ごそうと思ってます。はい、今取ってるサプリは、マルチビタミンと亜鉛、とマカのサプリメントです。これ食後に飲んでます。6時はないんだけど極めて数が少ない。諸子学的に見ても奇妙に表現語によるのが多い、はるかに。だから本当ならね、奇妙無料バナナ食べます。今帰ってきて2食目、白米 200g と鶏むね肉が120-130g とアスパラとキムチを食べたいと思います。はい、ちょっと YouTube 見ながらダラダラしてて、今からジムに行きたいと思います。BCA とクレアチンを入れたドリンクを飲みながらトレーニングします。今日は胸トレです。行ってきます。今帰ってきて、9時からヒサロ予約してるんで、その前にグレープフルーツジュース飲んでいきたいと思います。なんかグレープとかライムとかレモンは飲むと肌が黒くなるらしいです。多分はい、今ヒサロから帰ってきてシャワー浴びて、最後のご飯食べます。ご飯が 200g と、さっきの2食目の鶏むねの余りのやつ、何 g か分かりませんが、と、味噌汁を食べたいと思います。納豆忘れてました。納豆が一番うまいです。